こんにちは、コロマロです。今日はあやとりを使って弓矢を作ってみたいと思います。簡単ですので、ぜひ一緒にやってみてください。まず両方の手に紐をこのように引っ掛けます。次に右手の中指で左手の手のひらのまっすぐの紐を下からすくいます。同じように左手の中指でもまっすぐの紐を下からすくいます。次に親指で中指にかかっている向こう側の紐を下からすくいます。親指にかかっているまっすぐの紐を外します。そして小指の紐を外すと杯が出来上がります。次に左手の親指で左手の中指の手前側にあります紐を下からすくって、左手の親指だけ下にかかっているまっすぐの紐を外します。最後は右手の親指を外して紐を引っ張ると弓矢の完成です。いかがでしたか？もう一度やってみたい方は動画を最初からご覧ください。それではコロマロでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。